さて、今回は、足利義昭と織田信長の解説をしていく。前回は当時の天下と天下布武の意味をやったわね。そう、天下が必ずしも日本全国を指さない。天下布武とは武力による天下統一ではない、ということをな。で最後になんだっけ、天下布武とは信長による室町幕府復興の初心表明だったとかほざいてたね。そうだ、普通に考えたら室町幕府を滅ぼした信長が、幕府を復活させるつもりだったとか、信じられないよな。今回は通説と絡めながらやっていくよ。それじゃ霊夢、通説の足利義昭と織田信長の関係を教えてくれ。こんな感じじゃないかな。信長は足利義昭なんて自分の傀儡としか思ってなかった。室町幕府も古い権威の象徴として見下していた。実際に足利義昭を信長は傀儡化していた。なんかいろいろな条文作って義昭に押し付けて行動を制限していた。天柱を起きて追加5箇条のことだな。こんなことだから自分が将軍として天下を滑ると思っていた義昭は、信長とすぐに対立。浅井、朝倉、本願寺と結託して信長包囲網を敷いたのよ。その通りだな。大体の創作物の義昭と信長の関係は、霊夢の言った通りに描かれているな。では実態はどうだったのか、義昭が表舞台に立つきっかけとなった永禄の変から見ていくぜ。1565年、日本全国を震撼させる出来事が起こる。三好三人衆と松永久秀息子の松永久通が、13代将軍足利義輝を殺害したのだ。将軍義輝は何本もの刀を使って持ち前の権威を生かし抵抗するも、最後には奮闘虚しく切り死にするのよね。それは創作だ。ソースが江戸時代末期に来山陽が記した日本返しという、義輝の死から250年以上後に書かれたものしかないぜ。同時代の資料だと義輝の死因はバラバラだ。おそらく皆噂でしか知らなかったんだろう。そうなのね。あと一つ疑問に思ったんだけど、義輝を殺したのは右にも出ている松永久秀じゃないの？松永久秀はこの時現在の奈良県、大和にいたことが分かっていて実行犯ではありえないんだ。その前後の久秀の行動から見ると、義輝殺害を本当に考えていたのかも疑問だったりする。ちなみに三好三人衆というのは、三好長安、三好正勝、岩成智道の三人だぜ。こいつらの説明も脇道にそれるのでカットするぜ。いいのかそれで。今回は足利義昭がメインだからな。とりあえず将軍義輝が殺害されたとして処理するぜ。そして当時奈良の興福寺で抗争だった法明覚慶こと義輝の弟足利義昭も、久通らによって拘束される。しかし義昭は兄義輝の側近たちの活躍もあって伊賀氏脱出。その後は近江に入って還俗して義昭と名乗るが、面倒なので義昭で統一するぜ。この動画は解明した人物がいても基本的に、そいつが一番有名だった時の名前で統一するよ。義昭は大宮島を拠点にして諸大名に自分に味方するよう手紙を出しまくるぜ。越後の上杉謙信、秋の毛利元就、越前の朝倉義景、三河の徳川家康や肥後の相良義比にも送ったりしているぜ。そしてもちろん、織田信長にも送った。これが義昭と信長のファーストコンタクトになる。諸大名や信長は義昭にどんな姿勢をとっていたの？諸大名は各地で戦争中だから上洛をする余裕なんてない。いずれ参加します、と開示の利根川みたいな返事をする奴もいれば、指示はしますが参加は無理です、と断っていたぜ。みんな全然乗り気じゃないのね。そんな中、一人歩きを出してガチで上洛計画を立ててる奴がいた。織田信長だ。あれ？信長の上洛って時系列的におかしくない？そうだ、通説では義昭が朝倉家の元へ行ってから信長が天下を志して義昭を招き、上洛戦を行ったことになっている。しかし複数の一時資料を見ると、上洛計画は義昭が朝倉家に行く前から具体的なプランとしてあったんだ。信長はまだ美濃も攻略してないでしょ。ああそうだ、だが1565年12月の段階で、信長はすでに上洛に前向きな姿勢を示している。これらが信長の1566年の幻の上洛計画に関する資料だ。これを見ると、1566年4月に上洛計画が練られ始めた。前段階として8月22日までに美濃の斎藤氏とは僕、しかし結局は僕は保護になり、斎藤と織田が戦争を再開したことがわかるぜ。結局うまくいかなかったのね。まだ終わり一刻に過ぎないのに上洛計画なんてそもそもきついでしょ。
義明も信長も焦りすぎたんじゃない？そうかもな。だが義明と信長には焦る理由があったんだ。この時畿内の支配者である三好三人衆は義明のいとこである足利義秀を新将軍として担ぎ上げていた。もし朝廷が足利義秀を将軍に任命するようなことになれば、義明の正当性は薄れてしまう。だから彼らは多少無理でも計画を進行しようとしたのね。この計画は織田、斎藤だけでなく、近江、滋賀県、の浅井、六角も巻き込み四社が和睦をして上洛しようという壮大なものだったぜ。だがやはり無理があったんだろう。斎藤の裏切りもそうだが、もう一つ義明を裏切った勢力がいた。それは南近江の六角氏だ。斎藤、六角の相次ぐ裏切りは偶然ではなく、上洛計画を嗅ぎつけた、三好三人衆の調略の結果だと考えられるぜ。あれ、六角って南近江の大名だよね。義明って近江にいなかったっけ？六角の裏切りを知った義明は若狭、福井県、に逃亡するぜ。そして通説ではさらっと流されるが、義明が若狭に行ったことはこの後の展開的にはかなり重要な話だったりするんだ。そもそもなんで義明は逃げるにしても若狭に行ったの？北近江の浅井の領地に逃げ込めばいいじゃない。若狭武田家の当主、武田義宗は義明の妹婿だ。その縁を頼ったのは間違いないと思うが、ウプ主はそれだけじゃないと思うぜ。というと、若狭武田家は将軍への依存度が高く、将軍に協力的なんだ。原因は六代将軍足利義教まで遡る。そんなに遡るんかい？何年前の話だよ。義明の時代から120年以上前の話だな。だが戦国時代ってのは室町時代の一部であり続きなんだ。よくわからねえけど信長登場までグダグダだったんだろ、と室町時代をなかったことにするのは非常に危険だと思うぜ。で話を戻すと、足利義教は守護に対する抑圧政策をとっていた。守護大名を粛清して自分の言うことを聞く忠実な武将を新しく守護に任じていた。その政策の中で若狭守護であった一色義貫が暗殺された。そして暗殺を実行した武田信秀が新たに若狭の守護になった。若狭武田家の始まりだ。武田信玄のご先祖様とは違うの？違うぜ。若狭武田家は南北朝時代に甲斐武田氏の分家として分かれた家だ。安芸、広島を拠点としていたが守護にはなれなかった。義教に忠実に従ってようやく守護になれたんだ。しかし義教は一色粛清事件から1年後に暗殺される。若狭武田家は将軍の力によってできた家だ。なのに後ろ盾の将軍が消えちまったわけだ。暗殺の手柄で国に入ったから地盤はないに等しいのに、バックの将軍が消えるってかなりヤバくない？危機感はあったんだろうな。その後は政界の中心にいた細川氏にべったりだし、義教以後の将軍の命令にも忠実で将軍から召集命令があった時にはほぼ必ず参陣している。戦力が欲しい将軍と後ろ盾が欲しい若狭武田家、お互い利害が一致していたわけね。細川は義明の時代には弱体化して、三好長慶に乗っ取られてしまった。細川が倒れた以上、頼れるのは将軍家の権威しかない。足利義明はそんな事情がある中で若狭に入るわけだが、若狭武田家は度重なる出兵で疲弊し、隣国の越前、福井、朝倉氏の脅威にさらされ、朝倉氏に従おうという派閥と反朝倉派で内輪揉めまで起こっていた。末期的ね。とても上洛なんてできる状態じゃないわ。義明もそう思ったのか、9月には朝倉氏を頼って越前に入るぜ。ってことは若狭には1ヶ月もいなかったわけ？そうだぜ。そんな短期間の滞在なのに、なんでマリサは若狭武田家についてベラベラ喋ってたのよ。時間の無駄よ。だったら三好や松永について掘り下げなさいよ。三好や松永について掘り下げたらこんなもんじゃ時間は足りないぜ。それにだ、若狭の問題は後々信長と義明に重大な問題として絡んでくるんだ。そういうならわかったわ。話を続けなさい。越前に入った義明は朝倉義景に上洛を促すぜ。しかしどうにも朝倉は乗り気じゃない。その理由はこいつらだ。加賀一向一揆はわかるわ。ずっと朝倉氏と仲が悪いんだっけ。でも左の阿波氏って何？阿波氏は若狭武田の家臣だ。そして反朝倉派の中核と言える家で、幼年の武田元明を当主として擁立し、朝倉一派に徹底的に抵抗をしていた。両方ともアンチ朝倉の化身みたいな連中なのね。そして義明は彼らの和睦仲介をすることで、朝倉の上洛を促したんだ。交戦状態にあった本願寺とは1567年の12月には和睦、若狭問題も阿波氏が担ぎ上げた元明を当主と認めて、一旦矛を収めさせたぜ。これなら上洛できそうじゃん。しかし1568年になると情勢が変わる。
三好三人衆が担いでいた足利義秀が、朝廷から正式に将軍に任命されてしまう。さらに6月、朝倉義景の嫡男が急死、朝倉家は上洛どころではなくなってしまうぜ。タイミングが悪すぎるわね。義明はここで朝倉氏を見切り、前年に美濃を攻略していた織田家を再び頼ることにする。なるほど。この流れで明智光秀が義明の使いとしてやってきて、義明と信長の仲介をするわけね。光秀は越前にいたのは確からしいが、どういう仲介をしたとか朝倉氏に仕えてたかどうかはわからんけどな。そこら辺は、麒麟が来るってどう描くのかしらね。まあともあれ、ここで義明は信長の元へ身を寄せる。信長は歓迎し、1568年9月、上洛のための戦を始める。まず同盟者の浅井氏に協力を要請し、出兵の約束を取り付ける。そして近江の六角氏に投降を促すも六角氏は拒否。9月12日信長は攻撃を開始、三つ栗城を力攻めして、損害を出しながらも1日でこれを陥落させる。翌13日、六角氏の本拠観音寺城を攻めるが、六角氏は甲賀に逃げ去っていたため観音寺城は速攻で落ちた。その後も六角氏の家臣を次々と下し、信長は攻勢開始からわずか1週間程度で南近江を制圧した。さすが信長ね、速攻の上連戦連勝、対して六角氏は情けないわね。六角氏の本領が発揮されるのはこの後からだからな。何か言った？なんでもないぜ。とまあ信長は速攻で南近江を落とした後、いよいよ京の制圧に入るぜ。9月26日に三好三人衆の一人岩成友道を撃破。27日には昇竜寺城を落とす。三人衆の二人目三好正勝も没落させる。織田軍は西の丘、鳥羽、淀を放火しながら河内へ軍を進める。織田軍は暴行はもちろん一戦の盗みも許さず、秩序正しい軍旗を見せたんじゃないの。そんなもの受落するとき専用のパフォーマンスに決まってんだろ。山城に入るときもその後も、織田軍は放火や略奪をしてるぜ。この時代の軍隊なら当たり前だ。そんな、まだまだ行くぞ。織田軍の進撃は止まらない。9月27日には摂津芥川城へ進軍し、最後の三人衆の三好長安を包囲、同日長安は逃亡し、29日に芥川城は落ちる。30日に足利義明が芥川城に足利の旗を掲げて芥川城を拠点に摂津、河内、大和の制圧を開始。30日には池田氏を屈服させ、10月2日には河内の飯盛山城、高谷城、摂津の茨城城、高槻城など主だった城を次々に攻略。三好家の長老、三好将軍も阿波に撤退を開始するぜ。10月4日には三好義継、松永久秀が芥川城へ出資、義明、信長陣営に正式に加わる。この二人は三好三人衆とは決裂してたんだっけ？そうだ、だがその経緯はとりあえずパスだ。三好に関してはいずれまとめてやるかもしれん。奴らは少し触れて解説できるような連中じゃないんだ。うぷ主が三好一党好きだから、中途半端に触れたくないだけだろ。ぶっちゃけた話言えばそうだ。まあともあれ、これで御機内は信長と義明によって平定されたわけね。それにしても織田軍は強いわね。六角攻めを始めてからここまで一月も経ってないわよ。上洛戦の織田軍の電撃的な進撃は見事というほかないぜ。三好三人衆側の頼みの繋がった足利義秀もこの時期病死。信長はここに御機内の天下布武を成し遂げたんだ。やっぱり信長はすごいわ。でもな、これは信長一人の手柄ではないんだ。さて、ここで当時の人や信長が上洛戦をどのように見ていたか、資料から考察するぜ。何よこれ。見ての通りだ、信長は足利義明の友として上洛したと、当時の人や信長家臣の太田隆一は認識していた。久保様上洛につき織田信長を友として引き連れ上洛。信長がぐぶし久保様は芥川城へ移った。御機内と周辺諸国は将軍にことごとく下った。比較的信用できる江戸時代初期の二次資料なんかにも、久保様のご意向によって京都は速やかに没落し、とか書いてあったりするぜ。そんなバカな。実際に戦ったのは、信長と援軍で来た浅井軍でしょ。こんなのおかしいわ。ところが真ん中二つを見ればわかるように、信長本人もこの戦いの主役は義明で、自分はお供をしたと言ってるわけだ。直ちに久保様にぐぐする、久保様の上洛にぐぐすることを受け申した。こんなの建前でしょ。信長は自分のためだけに上洛したのよ。そうかもしれないな、だがそうじゃないかもしれん。ただ言えることは、その後の結果や信長の人格を固定概念で考えて、
一時使用を無視するのは危険だということだ。ちなみに10月4日に三好義継、松永、池田らが芥川城へ向かったのも、信長に従ったのではなく、義明にお礼、するためだぜ。それだけじゃない、信長軍の他に大勢の軍勢が、大津や坂本に充満しているとの記録もある。これは信長軍とは別に義明に従おうとする武士たちだろう。ねえマリサ、なんでこんなことになってるわけ？軍を実際に動かしてるのは信長じゃない。それは、大名が将軍を奉じて上洛するということが、信長より前に何度かあったからだろうな。大内義興、細川高国、細川住元、六角貞頼、少なく見積もっても彼ら4人の軍事行動はそれに該当するぜ。要するに今回も戦国初期の上洛戦と同じだ。と思われていたし信長もそう思ってた可能性があるってことね。信長は未来人じゃなくて既存の戦国社会で育ってるからな。上洛戦の主役は将軍だろ、と考えるのは特に不自然ではないぜ。ちょっとショックだったわ。だが確実にこの上洛戦で信長と義明が、天下、を安定させたことに違いはない。しかし、すでに次の戦いの火種は撒かれていたぜ。阿波に逃れた三好三人衆は力を蓄え、虎視眈々と反撃の機会を伺っていた。そして信長が上洛戦を準備し行動に移した間、不可解な行動をする奴らがいたんだ。それは一体誰よ？朝倉家だぜ。朝倉軍は8月に若狭に押し入り若狭武田家当主、武田元明を拉致して越前に連れ帰る。義明が越前滞在中に判断した。若狭問題の裁定を事実上保護にして若狭を支配下に置いたぜ。え？これってどういうこと？詳しくはまた述べるが、この後の朝倉家は信長一人と揉めたのではないんだ。足利義明、信長の二人と揉めたんだ。そういうことね。若狭武田家について触れてたのは、この後の長い戦い編の布石だったってことね。そういうわけだぜ。そしてすまんが、やっぱり義明編は一回じゃ無理だ。二回目は上洛した後の義明と信長の関係、三回目は信長包囲網についてやっていこうと思うぜ。三回にまとまるといいわね。正直自信はないぜ。この後も朝廷問題とか内政問題とか触れることや守りなのに、どう収拾つけるかはうぷ主も未だに見当がついてないぜ。まあ気長にちょこちょこやっていくんで、応援してください。特にコメントはどんどんいただきたいんでよろしくお願いするぜ。じゃあ、また次回会いましょう。